はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。おめでとう。お、すごい。作物ができてるね。農園に行きますか。ログインしてるんだ。プレゼントが届いてるよ。超デイリーガチャ。金剛力士を懐かしい。今が10月を3週ですか。凱旋門賞を勝つことができました。間違えた、放牧だな。2週放牧。3週放牧かな。となると放牧ですね。アリマも出たいんだけどな。イベント開催中だよ。あ、でもまだ10月か。エリザベス女王取りたいな。ジャパンカップでもいいか。イベント開催中だよ。ちなみにどういう実績かっていうと、有馬は取ってるんですね。香港はまだ出てすらもいないっていう状態ですか。元気、意味深。体重が減っている。いい感じだね。香港バーツ竹やとか5周もあるんですね。調子上げないといけないんですね。お、嬉しいか。よしよし。一周放牧して、もう一回戻します。イベント開催中だよ。体重はバッチリだね。アイコン来た。いい感じだね。嬉しいか。よしよし。イベント開催中だよ。気合い十分だね。調子回復です。いい感じだね。使いましょう。さあ、香港カップの週です。状態はいい。今週はレースがあるよ。480キロだから。いいね。お、嬉しい。はい、何です。バッチリですね。
瞬発力アップさせました。上限ってあるんかな。一番人気だね。 1.5 倍一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。はい、印もグリグリ。他はノーザンドレーク、シーウェーブ、ムタファーウェイク、鶴丸剛ですね。50枚鶴丸剛と5番7番を買っとこうか。あと11番もか。これで100枚ベットしました。人気がな長い分思いつきた話をするかもしれないと言ってます。香港バーズです。シャティン競馬場、雨でやや重ですね。私それこれがどう影響するか。さあシャティン競馬場 G1 です。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。スタートを鍵。飛び出した12頭。本当にスタートをうまくなりましたね。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのは7番ヒーウェイブ、そして2番手にインディテナス、1番鶴丸剛、外を通りまして10番シルバーペイトリアーク、肩のミッキー、青い帽子が馬込みで揺れています。前に行ってます。それから11番パファーウェイク、そして内からは3番ポンプトニアドミラル、その後ろでやりましょうか。9番ルーツグラム、12番ボルディア、内を通りまして6番ファンタスティックライト、その後ろ3馬身くらいあって5番ノーザンドレーク、一番後ろに8番ローゼンカバリーでやります。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー先頭の方はどうなっているか。順位が入れ替わっておりまして先頭はインディジェナスであります。外を通って7番ヒーウェイブ、そしてその後ろから1番鶴丸剛、それから足毛の馬体シルバーペイトリアークであります。注目の片野ミッキーと武豊騎手、1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。11番ムタファーウェイク、それから3番ポンプトニアドミラル、1000m 通過タイムは1分2秒から3秒、まずまずのペースではないかと思います。それからもう一頭ボルディア、9番フルーツオブラブ、ほとんど馬体が合っています。そのうちに6番ファンタスティックライト、5番ノーザンドレーク、しんがりから8番ローゼンカバリー、ローゼンカバリーはまだインディテナスがレースを引っ張るようになりました。これと一緒にヒーウェイブ、前での競馬鶴丸剛と藤田騎手、さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。パタノミッティ大歓声も後押ししているぞ。さあ先頭はヒーウェイブが1馬身リード、3番手にボルディア、外から突っ込んできたのはボルディア、あーっとこのままか、このまま押し切るか、2番手にボルディア追い詰める、ボルディアが襲いかかる、しかしびっくりだ、なんとなんとボルディアが1着。ボルディアか、なんと3着と敗れ去りました。よく頑張った、偉いぞ。1着12番、2着7番、3着4番以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。クエスト達成、やったね。いや悔しすぎますよ。イベント開催中だよ。当然いい感じだね。アリバー出れず。お、嬉しいか。状態も良くないですからね。これは51周。イベント開催中だよ。
はい、というわけで、残念な結果に終わってしまいました。型のミッディ、すでに1月を一周です。立て直しを図らないといけません。果たしてイベント開催中だよ。それはドバイになるのか、はい、何です、月曜レースになるのか。3着という結果になりましたが、まだまだこれからだと思います。残り50周余り、頑張って、進みたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。イベント開催中だよ。